昨日ぐらいから大気がちょっと不安定なようで、激しい雷雨にね、見舞われるようになりまして、今多治見方面からね、強烈な雷雲がやってきてます。で、今日お昼頃もやばかったんですよ。ゴロゴロ言ってたんですけど、あっちをかすめてったみたいで、降ってなかったんですけど、まあね、こんな天気の中ちょっとね、表で撮るのも大変ですが、ちょっと今日のお題はこの6気筒のマニュアルをちょっと紹介したいなと思ってまして、スポーツマフラーついてます。これどこのスポーツマフラーだったかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、結構良くなってますけど、僕が逆に一番好きなのはこの BBS のこのオーソドックスなホイールが好きです。さあ、ということでずぶ濡れになっちゃいますので、早速ね、車の中に乗り込みたいと思うんですけれども、まあね、6気筒エンジンのね、車がね、どんどんね、少なくなっていきます。もう中古車でね、中古車で6気筒がですね、どんどんやっぱり少なくなってるのと、まあどうしても距離も乗せてきてますんでね、なかなか思うような、車を取り揃えることができなくなっているのと、やっぱりちょっとね、まあ再三この頃申し上げていることなんですけども、熟成に時間がかかる、手も足りないということで、これは日本全国どこも言えることでですね、やりたくてもこれから納める車だとか、リコールで当然、リコールもね、当然やらなきゃいけないですし、そういう義務ね、を果たさなきゃいけないですから、まあ、そこにこのなかなかね、こういうことまで手が回らないんですけど、ちょっとね、うちも社内改革で、一つ今頑張ってるのがですね、もうちょっと流れを変えるということで、まず受け入れして点検して予防整備の見積もりを出すわけですけども、まあ、点検、そもそも点検がお客様の車の点検で手一杯だっていうことだったんですけど、ちょっとその業務改革上、リフトを塞いじゃうとお客さんの作業できないので、そういう予防整備的な、例えばこの車の点検ですとかっていうのをどうやろうかっていうんで、5機あるリフトのうち、5機あるリフトのうち、まあ、1機ですね、一番建物の外に近いやつを、これ出し入れもちょっと厄介な、一番厄介な、スルッと入れないところのリフトですし、これをまあこういう車用で今持ってる、まあ、これも財産ですからね、大事な、こういう車の、まあ、整備専用のリフトに、イベントとかそういう時以外は固定しようっていう案が北原課長からね、積極的な案として出ましてね、なかなかね、積極的な案ってね、職人はね、出そうとすると大変なんですよね。やっぱりロジックが僕らと違うとこあるじゃないですか、職人ですからね。ですから、そんな中で、まあ、ポロッとそういう出たやっぱりいい意見はなるべく採択したいので、いや、いいじゃない、その話っていうことで、まあね、今リフトの、ね、そういう予防整備専用の固定化でもうちょっと難しいので、なかなかリフレッシュメンテナンスについては、まあ、うちが日本中でも早いうちに仕掛けてきたリフレッシュなんですけども、まあ、ちょっとね、そっちの、まあ、もちろん受けるんですけど、積極的な促進はね、技術はあるんですけど、ちょっとそっちよりもまずあるやつをね、高度化する、ある車を高度化するっていうふうにしないかというね、そういう短期目標でもちろんやってます。それからドライブエクスペリエンスも積極的にやりたいっていうお客さんもちろんお断りしたりはしないんですけども、もうできない時に無理に入れないということで、まあ、あれもね、ほとんどサービスですから、啓蒙活動だと思ってますので、正しい運転を僕も教わって、それを理解してもらおうということでやってきたんですけども、まあ、こういう動画を撮るという仕事もね、まあ、見てらっしゃる方はもっと見やすくしてほしいという期待が随分あって、いろんなリクエストもいただくんですけども、まず一つ。編集をできるだけしなくてもいいようにやると、余分な時間かけなくてもいいように一発で撮るっていうことは一つですね。それからもう一発撮り、音声も何もかも一発、ね、
まあたまに編集するときはありますけども、基本一発体に染み付いたことをですね、こう使いながら今度はと思い出したことをね、その都度喋りますんで、中にはね間違ったこと言うかもしれませんが、後で訂正しますけどもね、 文章でね、ご容赦いただきたいと思います。あとですね、たまにいろいろとこの面白いんでしょうね、こう間違えて言うってやつが ね対極的に見て言ってる場合があるので、対極的にですから、言い間違いじゃなくて言葉が足りないだけの時もあります、実はね。まあ、そういうことにあんまり目くじら立てるつもりもないので、まあ軽くスルーしてたらそんなことだというふうに思っていただきたいと、その分できるだけね続けていきたいと思います。まあ今日もね、こう朝からいろんなこう仕事しながらですね、こう夜をこう迎えつつあるんですけれども、やっぱりね、何が大事かって、人間やっぱモチベーション維持するっていうことですよね。ね、モチベーション維持するってことはやっぱり一番大事だと思います。昨日はリクトの、ね、シェパードリクトの会期祝いをやりまして、で、犬にはねランプステーキなんて食べさせないんですけどもいつもと同じものなんですが、いやー、ね、やっぱりね、みんな来ると嬉しいんですね、やっぱりね、自分のところに人が集まってくるっていうのはね、シェパードって面白いですよね。なんかね、朝からウキウキして、ね、いましたけども、おかげさまで無事1ヶ月以上過ぎましてね、非常に調子がいいので、まあほぼ完治したと思ってますが、桜クリニックの皆さんありがとうございました。で、熊地区のね、熊崎専務にね、ご尽力いただいてね、まあさすがにね、石焼きステーキにするわけにいかないので、ドイツで食うとこう熱いやつをね、焼いた石の上に置いて焼いていくんですけど、そうするとね、熱くても順番に切ってそこで焼いて食べていくんでいいんですが、そんな危ないことは日本ではできないので、石も破裂するしね。で、ランプステーキ4枚用意してもらったんですが、これがですね、実に塩梅の良い厚みでしてね、最初見た時はちょっと薄いかなと思ったんですけど、いやいや、その七輪の上にプレート、フライパンを置いて焼くんですけど、僕は火の通りがいいんですよね。だから七輪の上で焼くんですけど、まあね、うちの親父も喜んで食べてまして、来月91になるんですけど、まあ肉をむしゃむしゃ食べてね、さすがにちょっとね、このところ老いもしてきたんですけど、まだねしっかり自分で運転しますし、まあそろそろね運転危ないかなと思う時もあるんですけども、これは僕が取り上げるもんじゃないので、本人がもうやめるって言えばやめる時だと思うんですけど、まだね、昨日も堂々と運転してましたんで、そういうですね、いろんなこの、まあ、モチベーションをね、それ見てるとね、まだまだ俺も頑張らなくちゃと思うじゃないですか。こういう動物と犬とね、動物、まあ、犬とね、車っていうのがね、実にその関わりが深いなと最近思うところありましてね、手応えのあるこう犬を飼ってますよね。こちらも体力を維持しなきゃいけないし、食い物もしっかり食わなきゃいけないし、それで自動車も一緒ですよね。ちゃんといつまでも乗れるようにするためにはね、どうしたらいいのかとか、何に注意したらいいのかとかね、こう考えるわけですけど、そんな時にですね、こういう MT 車ね、 MT 車を自在に操れるってことはいいなと思いますよね。ですから、まあそういうことに興味のない人にね、別に無理に興味を持ってもらう必要がないし、だけどやっぱりこのミッション車のね、マニュアルミッション車のリズムっていうのをこう楽しみたいなって思ってる人、こういう人にですね、いろんなミッションがあるんですね。で、これはもうそれぞれ全部違うし、全部向き不向きがあって、その向き不向きをね、こう紹介するのも大事な僕の仕事だと思いますので、まあ、例えばこういう、本当に調律されたピアノみたいなね、
澄んだ音を出す、これね、これなんか本当に大事にね、この持ち味を生かしてずっと乗ってくれる人にね、お譲りしたいと思いますし、わからない人にとっては逆に言うと謎でしょうね。一体何がいいのとあんな古い車のね、もっとコネクトするいい車いっぱいあるのにどうしてって思われるかもしれないですけど、ここがねまた不思議なとこですね。もう一つはいつまでも乗りたい、さっきねそのまあいたずらにもリフレッシュの仕事ガツガツやらずにっていうのは、そのやっぱりですね、中にはいくらの予算で、いくらの予算で、これぐらいでっていうふうにこう思ってみる方があるんですけど、それがね予算切ってできるもんじゃないんですね。これはねそれぞれ全部バラバラですしね。だから一回点検してお話を聞くんですけども、お話を聞いた上で、まあ、最もね、適切な回をね出したいと思うんですが、このリフレッシュに関してはもう自動車を、その何て言うんですか、自動車を消費財だとか道具だって思ってる人は修正、そのやってる意味がわからないと思います。修正わからないですね。修正わからない世界に無理にですね入る必要ないんですね。逆にね、気持ちが悪いってね、どうしてそこまで感情移入するんだみたいな、道具でしょ、機械でしょ、それがねそうはいかないんですね。これが自動車っていう独特なですね、ものと、男でも女でもいいんですよね、車が好きならば。だけどただね、原子の中にね、男女とちょっと車に対する思いが違うんですね。それを女性がね、よく理解しようと、ね、思って、一生懸命ここへ入ってきてくださる方と、もうそんなわかんないから、ね、いいっていう方とでは、やっぱり全然違うので、ここをね、やっぱりその、まず見極めていかなきゃいけないわけですよ。本当にその人とかそのご家族にとって、この車というものをそのずっとね、感情移入して持ち続けることがふさわしいのかどうかっていうね、これはね決してそうじゃないです、決してそうじゃないっていうのは全部が全部いいとは言えないですし、一見どんなにねこの車を大事にしてるんだって言ってもですね、ここにはね最後にはね、やっぱりね、違うんですね。最後にはね、お金が絡んできますからね。これはね、僕もいろんな人といろんな付き合いをしてきたんで、よくわかるんですけど、難しい優先順位もありますしね、口あぼったいこと言ってるかもしれませんけど、これあまりこれ以上言うとね、誰のことを、誰たちのことで、どういう人たちのことを言ってるか分かっちゃいますんでね、まあ、この辺でやりますけども。やっぱりですね、本当に感情移入しているのか、そうじゃなくって、やっぱり物だったのかっていうのは、口ではなくて行動に出てきますので、分かりやすいです。さあ、自動車もね、熱を出したりするときもあるわね、ね、お腹痛くなったりするときもあるわけですよ。そういうのをね、こう、いかに分かってあげるのかとか、あともう一つはその、病気になったらね、治してあげなきゃいけないですね。必ず治りますからね。ただし最近は、そろそろこの年式のこういう車でも部品がなくなってきてるっていうね、そういう非常に困った時代ではありますけれども、さあまだかなり早い時間帯ですが、相当強烈なね、雷雲が近づいてますので、ものすごいことになってきました。真っ暗になりました。その真っ暗な中をですね、最も険しい、こういう雨が降り出すとですね、危ない場所に今向かっております。まあ、昔からね、この上は土砂災害の地でしてね、今でこそかなりね、落ち着いてきてますけども、あちこちでいつも崩れてるっていう場所でしてね、まあその証拠にこの道路も毎年どっか直してますから、今完全復旧です。橋もね、綺麗に掛け替えましたから良くなったんですけど、ロキトの管理官っていうとですね、その花つわの重いね、ごたっとした感じを想像されるかもしれませんけども、この車に関してはそういうごたっとしたこと全くないですね。4トよりも確かに重いとは思うんですよ。フロントも長くなってますしね、まあ、それを
最小限で抑えているところがこの車の成り立ちの凄さです。傘が飛んでくるぐらい、ということはどっかで誰か引っかかってるのかな、今は大丈夫かな。傘だけ飛んできましたね、びっくりしました。差した状態ですよね、あれ。あとちょっと降りてくると気をつけてください。イエーイなんてね、人忘れてるかもしれないですね。こういう天気になってくると四駆は強いです ね。こういう天気になってくると、この高出力高速型の、車だと、おー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 、いろいろ落ちてる。なんか木が倒れてそうな嫌な予感です。今言うだろう。こういう電子ケインみたいなところを3速でこうから2速4速っていうのをこう上手に使いながら走ると面白いですね、やっぱりね。本当ね、あとね、このレガシーのね、ちょっとね、映してる。このレガシーのね、この、まあ、このレバー比がいいんでしょうね、これ。まあ、T-85 っていう、あの、WRX-GDB のね、あの、まあ、最終 VAB のこれがついてるんですけども、このトランスミッション T-85 っていう、まあ、高トルク対応の、6速トランスミッションで、すごくいいミッションなんですけど、やっぱりレガシー系とこのインプレッサ系、まあ、今はもうどっちもないんですけど、どう違うかというと、パチンパチンってパチンって入るのが、WX なんですよ、インプレッサですね。で、このレガシーのこの調律が見事でしたね、やっぱりこの味付けが。これはあのディテンスプリングだとか、このレバー比とかいろいろあるんでしょうけど、その作り込みの仕方がね、まあ、お見事。本当にこの手触りはですね、あの絶妙ですね。この手触りを味わうのも、この車に乗る魅力の一つですね。想定してなかったんで、ちょっとね、ちょっと考えても
全然グリップできてますね。すごい。おお、川ですよね。サーフェイスもね。すごい風。この天気ですからね、この時期は本当キャンプなんか行った時はゴロゴロにはね気をつけないといけないですよね。あっという間に濁流に変わりますので。この中津川っていう川は本当怖いのでね、皆さん注意してくださいね。増水したら一巻の終わりですから。ワイドレンジの6速ですけど、やっぱりエンジントルクがあるんで乗りやすいですね。で、滑らかなねモーターのようなあのトルクの発生をしますので、まあ、これは本当にスバリストのね、やっぱりスバリストの究極は6気筒1回乗ってみるってことですよね。水泳大5、6気筒、ね、本当にエンジンのある水泳大強行6気筒っていうのはスバルだけですのでね、まあ、本当に究極のスバルっていうのを SVX でもこのレガシーでもいいんですけど味わうっていう ねそんな醍醐味を、ねぜひ味わうことをお勧めしたいなと思います。わおわおわお、あっちが今あっち行ったんだね。あれすごい、西が晴れてきた。すごかったですね。わずかな、わずかの間でしたけど。あの看板の湯を見てよ。あの見た目以上にすごいでわかる、ね。今ね、ちょっと止まりましたけど。すごかったね。これぞね、これぞ水平対向の気筒エンジンの、ね、喜び最高のフィーリングです、6速マニュアルと6気筒、これ以上の組み合わせはないんじゃないかな。やっぱりねフィーリング的にね、ターボもいいんですけどフィーリングがね本当にこのね、このクリーミーですよね、それこそね、うん、はい、ということで今日はすごいヘビーウェットのね、悪天候の中を、レガシーの木と、もうないのは本当に寂しいんですけど、どっちにしてもね作ったってそんなにたくさん売れるわけではないのでね、まあ、あのなくなることはやむを得ないと思うんですけども、安く作れる要素が少ないですよね。でもねあの4気筒と6気筒と同じラインを流せるんで、あのこういう贅沢なものをね世の中にね残すことができたんですね。そういう点はねやっぱりあの感謝してます。頑張ってくれたスバルに ね乗ろうと思えば乗れるじゃないですか。まだねあの世の中に存在するわけですからね、これは本当に贅沢な、いいお味でございます、はい。
ということで、今日のお題は6期と終わります。